私が必要。かしこまりました。レウケレウケ、掃除の時間だよ。わかった、ミント。大丈夫、いつでも出撃できるよ。大丈夫、きっといけるはず。模試はパスできたなら本番だって。いや、だけど本番で落ちちゃったなんてことになったら、僕は随分暗い顔をしているじゃないか。一体どうしたんだい？あ、それよりどうして鏡の中にこんな爽やかな少年がいるのか、そっちの方が気になる感じかな。大丈夫大丈夫、そう緊張しなくていいから。君が気になってることは全部答えてあげて。気絶してるじゃん。気がついたかい？え？ちょ、鏡を曲げるな！意外と酔うんだぞ、そういうことされると。で、おい、どこに行くんだよ。化け物じゃないだろ。とりあえずこっちに来なよ。別に取って食ったりはしないからさ。ではまず自己紹介から。僕はラードン。今は鏡に閉じ込められてるけど、元は台がつくほどの芸術家だった男さ。芸術家？それじゃあ君は本当に化け物じゃなくて人間なの？もちろん。てか本当に僕のこと知らない？まあ大昔のことだし、自分の作品をひけらかす性分でもなかったから、知らなくても無理ないか。それじゃあ、アーティスって名前に聞き覚えはあるかな？僕の教え子なんだけど。アーティス？アーティスって成功評議会の創設者であるあのアーティス？君、彼の先生なの？一応ね、今日が乗って少し教えてやっただけなんだけど。でもあいつってば恩知らずでさ、僕に見せ場を奪われたくないって理由で約束を放棄しやがったんだ。それじゃあ彼があんな風になれたのは
君、いや、あなたの教えがあったからってこと？そういうこと。あと、かしこまらなくてもいいよ。魔法のランプは知ってるだろ？今の僕はそれに近い感じさ。もし僕を鏡から解放してくれるのなら、どんな願いでも叶えてあげるよ。金持ちになりたい？それともアーティスみたいな芸術家？どちらも僕にかかれば朝飯前さ。実はさ、僕絵画協会の試験に受かりたいんだ。でも会場に入ると頭が真っ白になっちゃって、そのせいで全然描けなくて。そんなのでいいの？そんなのじゃないよ。もう6回も落ちてるんだ。次で試験をパスできなかったらもう受けることすらできなくなっちゃうんだから。ここでは創作資格証明書を持ってないと芸術家の手当がもらえない上に、手掛けた作品は色眼鏡で見られてしまう。つまり僕の人生はどん底になってしまうってことだよ。はい、わかったってば。だから鏡を揺らさないでもらえるかな。マジで酔うからさ、それ。まあ安心しなよ。出会った頃のアーティスなんかは下手すれば君よりもダメダメなガキだったし、それを偉大なやつにしちゃうくらい僕の腕は確かだぜ。だからドーンと任せてよ。ありがとう。んじゃ、交渉成立ってことで。ま、全部嘘なんだけどね。正義の名のもとに斬る。あなたに勝利と栄光を。